まえようぜ。新戦力加入。出たー、ゴードン来たお前出てくんなよ。お前が出てきたら俺のゴードンが霞むだろ。消え去れ。出てきちゃダメなんだお前は。お前が出てきちまったらよ、何のために俺は無駄な経験値になるだろう。貴様じゃないね、もはや強えじゃねえか。次ゴードン、もうゴードンが出てきたら殺す。この死を食い殺す、この死を食い殺す。ゴードン殺してその皮を着せる。もう出てくんなよお前マジで。おラッキー出てこねえだろ、ここゴードンしか出てこねえだろ絶対。マジいや、いけゴードン、お前よ、俺がこんだけ愛を注いだんだからお前恩返ししろ。お前似合ってんだよゴミゴードン一発で持ってけしかもね、あのね、ゴードン特性単純っていう特性持ってて、自分にかかる状態以上の、状態以上じゃない、例えば剣の前するとしたら2段階攻撃上がるじゃん。ゴードの方は4段階上がるらしいから剣の前覚えさせよう。何このポケモン、何このポケモン、え強すぎじゃねゴードの。能力変化が倍になるらしい。は？最強じゃねえかよ。威嚇食らったら2段階下がるらしい。そういう可愛いところあるんですよね。砂かけられたらもう失明だよ。砂かけられたら失明しちゃうんだよ、ゴードの。そこが可愛いじゃねえかよ。一番弱いからね。砂かけに。やべえ、恩返しの火力めっちゃ高え。だってレベル1高いブビーを。何してんだ、お前マジで。させられたおいゴードドン頼むよ、行ったれよ。おい水鉄砲撃ちゃよかった、くっそー。あチーゴのみ、うわー、カビゴンの子供出てきた。同じタイプ、これは負けられねえぞゴードドン。行け恩返しだ、俺に恩返しを見せてみろ。ゴードドンマジ強え。お前やめろ、嫌な男は4段階下がってる。おいもう防御ほぼほぼ裸よ。あのさ、剥きたての祈祷みたいになっちゃってんだって。ものすごい刺激に弱くなってる今ゴードドン。触らず、初めてチンチン剥いた時のさ祈祷みたいな刺激だぜ。触られただけで悲鳴を上げる。いけるのかゴードドン。よっしゃ、バカでよかった、バカでよかった。これさ恩返し強いぞ。何してんだゴードドン、お前はおい、やばい、蓄えるな蓄えるな蓄えるな。頭突きでよかったね。よし、危ねえ。さあレベル23、しかも雨降ってるからよ、水鉄砲の威力3倍。俺はお宝ハンターだ。今回は君から資料ハンティング。なんだろう、遺跡マニアのイサジ。ドータくんだから、あれ鋼タイプか。波乗り覚えさせて。弱すぎねえ、ちょっとさおかしくないか、そのダメージ。雨だよね、雨の威力じゃないよね。